ラジジオエイです5月24日月曜日20時35分ラジオエイジの「夜トレイ」「<laughs> 夜トレイ」でございますテーマ <laughs> 今日は日経が上がったんだけどこの先どうなるんだろう注目銘柄の動向ご質問にできるだけ多くお答えしたいそういう内容でやっていきます まあ日経平均ってさ、皆さん、あの、先物やってますあのー、僕は、まあ、できるだけ個別銘柄は触らないようにして、で、えー、先物をやるようにしてるんですよね。で、先物はもともとは、あのー、えー、普通のラージやってました。<laughs> ラージやってました <laughs>。だけど、えっ、ー、と、100円で1万円じゃなくて、いくらだっけ ?100 円で、10円で1万円だ。<laughs> 10円動いたら1万円動くんだよ。だから、儲かる時は儲かるんですけど、すげえ怖いんで、えー、ミニにして、そしたら100円1万円に、ミニだと100円1万円なんだよね。の動きになるんですけど、それも怖いんで、えー、100円1000円っていうね、100円で1000円の値動きっていうのが、いつも紹介している JMO クリック証券の CFD なんですよね。1ロットだったらね。 なので、最後は僕は100円で、ね、1000円の値動きっていうね、GM をクリック証券の、えー、先物をやってる。先物っていうかこれ CFD ですけどね、やってるんですけどね。まあ、ミニでも怖くて、100円で1万円動かれると怖い。300円ぐらいで平気で動くじゃん。で、まあ、それはいいんだけど、で、もう1枚入れる、もう1枚入れるっていうね、その操作がね、えー、やりにくいんだよね。 でかすぎて。で、まぁ、あ、えー、CFD だったら1枚が小さいんで5枚入れる、2枚入れるみたいなね。で、えー、5枚決済する、ゴロッと決済する。みたいな。そういうやり方がやりやすいんですよね。なので僕は最終的には225は CFD でやってますね、えー。それはおすすめしますけどね。あとは個別銘柄もいいんですけど、CFD の先物と、僕は、えー、USDJPY を中心とする FX をやってます。FX は、まあ、今はもう停滞しちゃっててどうしようもないんですけど、勝負が早いんでね、あんまり長く持たずに、パッ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 とこう、決済していけると。えー、そして、えー、まあ、結構上下変動するんでね、買って、利益が出たら手島よ。で、買って、マイナスだったら、 まあちょっと我慢して、利益が出たらてしまうっていうの、ね、をやってれば、そんな損しないでしょ。あの、まあそれもやり方とかね、ポイント、売買のポイントによるし、やり方にもよるんですけどね。で、あんまり大きく下げてくれば、難品して、平均買い単価を下げる。あるいは、売りで入った場合は、大きく上がったところで、平均売り単価をえ上げていくみたいなね。そんな形で難品していけば、 まあ、なんとかなるよねっていう。ただ、時々、ドル円でも1日4円とかね。1日にですよ。1日4円動くことがあるから。<laughs> 今、1日40ピップス0.4円も動かないけど、1日4円5円動くときあるんで、怖いよね。日経平均も1日1000円動くからね。<laughs> 1000円動く。だからラージだと1000円だと100万だからさ、1枚で。確かそうだよね。なんで、怖くてできない。 だ昔ラージやってた時はもう大きな損切りをよくしましたね。も、ま、う、あ、40万、50万の損切りになって当たり前、ね、当たり前でいやよくやってましたね。どんだけ嫌な思いをしたか。<laughs> で、ミニができてミニ、まあだからね、えー、ミニができてミニで少しは楽,楽っていうかね、小さくなったけど、それでもでかいんで、ね、えー、CFD ですね。 で、まあ、個別銘柄よりもね、いろいろと、なんていうかな、楽ってやら、楽っちゃ楽なんですよね。えー、ということで、今日もね、皆さんのご質問とかにお答えしながらやっていきますけど、で、その日経平均ですけどね、今日どんな感じだったか、ちょっと見ていきましょうね。 で、だからね、日経平均もね、その先物やってない人にとってあんまり興味がないと思うんだよね。<laughs> 日経平均いいから俺の株見てくれみたいなケ、ね、<laughs> 日経平均いいから俺の株見てくれみたいな人もいると思いますけど、まあこの日経平均、えー、先物やってるやってないは別、それを別にしてもね、やっぱり相場の全体の値動きがね、えー、ムードがこれに出てくるんでね、これが高ければあんまり買い時じゃないと。 ね。そういうことも言えるんでね。これが下がってくるんだったらあんまり買い時じゃないっていうことも言えるんでね。はい。ただ最近だから今僕は個別銘柄やらないんだけど、今日も見てて鉄道とか食品えー、最近紹介してるやつ、買いて <laughs> ちょっと久しぶりに鉄道とか食品とかね。あの辺ちょっと買いたくなってますよね。だけど、まあ、ね。 買うとなると、できれば現物でやりたいと。で、現物でやる、やって、できればね、一銘柄だけじゃなくて、何銘柄かに資金分散したいよねってなってくると、結構でかいお金を証券会社にぶち込んで、それでやっていくことになるし、すごい長い勝負になるわけだよね。半年ぐらいは持ってなきゃ、多分、えぇ、ー、ね、上がらないかもしれない。半年ぐらいはかかるんじゃないかと。 えー、そこまでいかないと風向き変わんないじゃないかなと思ったりするんですよね。で、その間、どんな苦労があるんだろうなとか <laughs>、ね、思ったりすると、なかなかね、えー、日本株、だから皆さん、結構日本株ガンガンやっておられますけどね、僕から言わせると、勇気あるなーって感じでね、えー、ねまあ、僕はもう昔は日本株主体でバンバンやってましたけど、デイトレードから何からね、やってましたけど、 まあ今やなかなかね、日本株をそうやって考えてもね、長丁場になるしなぁ、現物だと結構お金ぶち込まないといけないしなぁって思って、なんか二の足踏んじゃうんだよね。買いたいは山々なんですけど、買いたいは買いたいんですけどね。まあ信用取引であれば、そんなにお金入れなくてもできるんで、できるだけ僕はね、証券会社にお金入れたくないんですよ。うん、だから、 えー、証券会社を信用してないですね。僕は <laughs>。だから、ね、お金入れたくないんですけどね。うーんでも、信用取引だとさ、半年で、あの、決済しなくちゃいけないし、信用取引だと、まあ、3分の1の金額で売買ができるけど、信用取引だとね、えー、まあ、利子が、買いであれ、売りであれね、毎日利子を、えー、払っていかなきゃいけないでしょ。証券会社にね。証券会社ってそれでやってんだからね。信用取引の、 手数料手数料は知れてんだよね。手数料と、それから利子が一番大きいねよね。証券会社の収入。あとは、FX とかやってる会社は、その客の損だよね。客の損が収入源なんで。そういうハイエナのような <laughs>、ハイエナのような、えー、商売なんでね。非常に儲かるんですよね。証券会社はね。ただ、あの、FX なんかはクラッシュがあって、1日4、5円とか動いた場合に、それでお客さんが損出して、 それが損を補填できずにお客さんが逃げちゃってとかもう無理う払えないよっていうとまあねどうしようもないんで証券会社としてはねで証券会社が被って証券会社が破綻するっていうのはたまにありますよええありますけどねまあそんな意味で今仮想通貨がねバタバタしてますけど仮想通貨の交換業者もねなかなか危ないことやってて で、まあ、今みたいにね、上下変動が荒いと、自己売買なんかもやってるんでね、証券会社は。あ,あ、証券会社やって仮想通貨の会社ね。だから潰れる会社もね、出てくる可能性があります。えー、今日仮想通貨今、えー、ビットコインが410万まで上がったよっていうね、そんな感じで動いてますけど。 で、まあね、買いじゃないかとか、売りじゃないかとか言ってますけど、やめた方がいいっていうのはね、散々言ってるわけですけど。<laughs> まあ見てるとね、なんか儲かりそうな気がするんだけど、まあ変動率がでかすぎてね、適切に買え、売買ができないんでね。 ちょっといろいろ余分な話しましたが、えー、日経平均、えー、こんな感じでね、今こういうふうに上。で、今日上がったら、なんかね、接種が大規模に始まったからじゃないかとか言ってるけど、まあどうなんですかね。うん、ねまあ、昨日もあの僕、ラジオトークっていうね、なんでもしゃべれるありがたいプラットフォームで、えー、しゃべりたいだけ喋ってすっきりしましたけど、で <laughs>、ね、オリンピックね、どうなるんだろうって話。 で僕は、まあ、えっ、ー、と、YouTube でこれぐらいは言ってもいいと思うんだけど、オリンピックは多分日本はやる。やるんだけど、えー、今も準備しっかりできてないですもんね。で、それでやり始めるんだけど、何かやばいことが起こって、途中で、まあ、オリンピックできなくなるとかね、なるんじゃないかな。途中で、えー、ちゃんと実行できなくなって、どうしようってなっちゃって、えー、過去を残すようなことになるのではないかと思ったりしていますけどね。途中でできなくなって、 途中中止。<laughs> 途中中止。オリンピック破綻みたいなね。そんなのが、今の状況でいくと十分あり得ると思いません各ね自治体にお前らちゃんとやれよと、対策やれよって政府は言ってるけど、ね、それで全部、まあ、えー、そういう現場任せ。で、どうやってやったらいいんですかって言っても知らねえよと。とにかくやるんだよと言われるだけですから、えー、それでね、もう現場が大変ですよね。 でもうだから現場の人寝ずにやってんだけど準備終わらないみたいなね。でも始まっちゃうみたいな。で始まったらもうあれは困るこれも困るこんなことが起こったらどうしようどうしようっていうのはもうすごいトラブルが多発してまあ、日本人ですから頑張るんでしょうけど <laughs> やっていけなくなるんじゃないかなと途中でね。まあそれを無理無理最後までやるにしてもね。 いろいろな問題がね、出てくるんじゃないかなって僕は思っているんですけど、本当に関係者の方々、お疲れ様でございます。本当にね、大変ですよね。関係者の方々もできればね、やめーって言ってほしいって思ってらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、世界の風潮もね、やっぱり本当にやんのっていうのが世界の、えー、風潮みたいですけどね。 ね、また余分な話しちゃいましたけど、それで、ねえ、こんな感じで上髭つけて今日終わってるということですね。明日は、まあ、こうな、明日からは、ちょっとこういう感じの、下目線のえ雰囲気の、が起こるのが、一番自然なチャートです。正直。はい。なので、えー、まあ今日、28,500円付近で売った方は、 あと1日2日持っててもいいかもしれません。だからこれは持っていれば持っているほどリスクはでかく、でかくなるので、トレードっていうのは、トレードが短ければ短いほどリスクはちっちゃいです。それはそうですよね。長く持っていればどんどん価格が変動するから。だから短い方がいいんですよ。それからリハなだってちっちゃければちっちゃいほどいいんですよ。えー、ちっちゃくてもいいんですよ。えー、それでとにかく利用取ればいいんですよ。であとは、 損切りを、え愛、ー、にしない。損切りを愛に、バカ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 切ってると、えー、その損切りの経費でお金なくなっちゃうんで、損切りを愛にしないことが大事なんでね。そのためには資金をいくつかに分割して、そこなんか当てるられるわけないし、ピークも当てられるわけがないんで、えー、そことかピークを当てることはなかなか天井とかね、そこ当てるのは難しいから、難品の手法を使っていくっていう。 それで、難品の手法を使っても、使っていくと、どんどん株数が増えるんで、えー、それで大丈夫なような小さい、え、単位で取引できる銘柄をやるといいと。そういう意味では、1570とかね、1357みたいに ETF っていうのは、日経平均先物にも非常に近いし、先物よりもさらに単位がちっちゃいんで、皆さん意外とね、1570とか1357やってる人少ないみたいなんですけど、まあ、僕は進めますよ。手数料取られるけどね。 手数料とか新択報酬みたいなやつを毎日取られるんですけどビビたるもんなんで、えー、短く終えればねそれがいいと思いまして個別銘柄よりは13571570なんかがいいんじゃないかなと思うんですけどねえー、まあ結局でもね一層のこと、まあ、1 3 5七とか1570やるぐらいだったら先物やりゃいいじゃんかと CFD でもミニでもねってことになるんですけど明日以降は こんな感じで降りてくる可能性が高い。まあ、とりあえずこのぐらいかもしれないけど、明日からは降りてくる、あるいは弱めの動きになる可能性が高いんじゃないかなと思いますけど。上に行く可能性があるんだったら今日こんな上髭つけないでしょ。<laughs> 上髭をね、乗り越えてこんな感じで上がっていく可能性も何日もあらずですけど。 ね、よっぽどいい何か出ないと。アメリカがね、めちゃ上がるとか、ない限りはね、アメリカはもう材料なん,なんでね。やっぱりこう、下へ行く可能性が高いんじゃないですかね。そうすると、個別銘柄もね、なかなか上には行けないんじゃないかと思ってるんですけどね。で、えー、R30 銘柄ですけどね、えぇ、ー、回率が一番低い方から今日も3788が第1位で、一番下げてる第一位で、ちっと曲がらない。3 9 6二もちっと曲がらない。4568、 第13期もちっと曲がらないと。3563、えー、これはスシローくんですけど、スシローくんちっと曲がらないということですね。スシローくんもね。この辺は帰りが低いんで、買いが検討できるんですけどね。ただ、スシローくんなんかは高値圏ですけどね。で、デジタル圧2326とか、6383大福とかね。 この辺も買いが検討できるんですけど、まあ、なかなかね、上が重いっていう感じになっています。え、で、大福についてのご相談をいただいております、ババトレさんから、えー、大福を1万1000円付近で買ってしまいました。この辺ですね。で、買ってしまい、1990円だから、1万1000円付近で買ってしまいました。 えー、先日9300円付けたあたりがそこかとも思いましたが、で、買い増しかとも思ったんですが、まだ下がるかとも踏みとどまりました。えー、金曜日に買われて期待を持たせるような割にでしたが、えー、買い増しをせず持続がいいのでしょうかえー、どうしたらいいのでしょうかということで、ま、迷えるババトレさんからですけどね。うんと、 とりあえずは、大福は僕の R30 メ柄でもありまして、まあ何株買ってらっしゃるかわからないんですけど、100株だったら110万の、えっと、110万円が100万円になっちゃったから10万円マイナスぐらいですかね、今ね。えー、1000株だと100万円ぐらいのマイナスなんですけど、どれぐらい買ってらっしゃるかちょっとわからないんですが、えー、まあ、ちょっとマイナスが出てる。ここで買うとマイナスでしたね。 で、マイナス、ここで買えばマイナスが出てますよね。で、これは、直近は、ここら辺までは上がる可能性あるんですけど、25MA まで。だけど、25MA まで上がったところで、さらにこれ乗り越えて、上に行こうっていうね、こういう、こういうような上に行くエネルギーが出るかどうかが問題で、今までのこの、えー、なかなか元気のない株価を見ると、ちょっとしばらくまだね、えー、反省相場というか、 えー、低迷相場が続くんじゃないかと。原因は1にも2にも上がりすぎたっていうことですね。これ何回か取り上げてると思うんですけど、5000円だった、えー、ここがね、5000円だったものが、えー、なんと1万3000円超えるまで2倍以上に上がったんで、それで調整してて、まあ今適正株価がどの辺かっていうところを探ってる状況なんですよね。 でだからこれどこに落ち着くかっていうのはなかなかねわ、えー、からないんですけどその材料が今後どういう材料が出るかとかねわからないんですけど今テクニカル的にこちゃんと見る限りは割安圏には入ってきてる 200MA の下ですから割安圏には入ってきてるんですけどあまりにも上がりすぎたからまあ9000円とかね8000円とかの安値もまあ,ありえるんじゃないかっていう値動きになってます。 でただまあ、えー、これは物流にはなくてはならないものを作っている会社なんで、えー、ねお得意様アマゾンだったりするわけですからそんなにめちゃくちゃ悪いところにはいかないとは僕は思ってるんですけどねですからまあやっぱりどれぐらいの耐える力があるのかなんですけど、えー、1万1000円から買ってまあ最低でも9000円を割り込んだところで え、難品をされれば、1万円ぐらいに、1万円のところに買い値が来るので、難品は9000円より下でやった方がいいと思いますし、それまでは難品する必要ないし、してもあんまり意味がないですよね。で、このお便りなんか見ますと、皆さんそうなんですけど、あの、今の拝見、あの、ババトレさんもそうなんですけど、お便り拝見すると、皆さん、株価変動に過敏すぎる。 と僕は思います。あの、か、株ですからね。これあの、前ほらあの、最近お便り来ないけど、あの、豪快キャノンばあちゃんっていう人がいたじゃないですか。<laughs> いたっていうか、まだいらっしゃると、お元気でご活躍だと思いますけどね。一回登場されましたよね。キヤノンのあの株を買ってて、 まあ、下がっても大丈夫よと。配当は変わらないわよって言って、配当がバンと降りると、それ、デパートへ買い物に行けみたいな感じで、高級品を買って、あるいはね、グルメを楽しみ、旅行に行けるときは旅行に行ってね、豪快に遊ぶと。それで下がっても気にしない。戻るわよって言ってるっていうね、おばあちゃまの話がありましたけど、ああいう感覚がね、実は株取引に必要で、 今日下がった、上がった、今日下がった、上がった、あ上がった、下がる、上がっなんてやってるのは、株式取引に関しては、あんまりね、おすすめできないんですよね。だって、上限度しますもんね。それを、まあ、あんまり細かく見て、毎日そろばん弾いて、電卓叩いてみたいな感じで、今日はいくらマイナスで、今日はいくらプラスでってやってるのはね、それでやってると、だんだんね、気がめいってきてですね、で、 ちょっと上がったところで、まあ、自分の目標よりも低いところで、まあ、いいんですけど、利益が出れば、ちょっと上がったところで売りたくなっちゃったりとか、えー、ちょっと下がると損切りしちゃうとかね。で、だから、お便りいただいてるお便りの中にも、ちょっと下がったんで切りましたなんてお便りもあるんですけど、それはどうかなーって僕は思っちゃうんですよね。で、特に最近、あの、やっぱりご相談が多いのは、鉄道系ですよね。 鉄道系が、やっぱり買ったら下がってて、怖い怖いっておっしゃるんですけど、それはね、あの、過敏すぎですよ。ですからね、まあ、まあ、本当にね、ひどい言い方になるかもしれないけど、高100円下がってるだけじゃないですか <laughs>。って言いたくなるんだよね。高が100円下がってるだけで、まあ、10万円マイナスなかもしれないけど、それ,それぐらいの上下変動はね、どうしても起こりますしね。 やっぱりこの、買った位置が200円目の、いつ、いつ買われたんかなえー、その時期は書いてないんですけど、200円目の真上なんで、200円目の真上っていうのは、割安でも割高でもないよっていう場所ですよね。で、そこで買って、100円下がりました。これ、まあ言ってみれ当たり前、200円ぐらい生きてるんですけど、一ってみれ当たり前かもしれない。ですよね。だって平均線が、1年の平均線が今一万一線円ですからね。えー。 だけど平均線なんで、平均線で買われてますから、平均線まで戻る可能性っていうのは十分にあると思えば、まだまだ希望はあるので、下がったら買い増しをして、平均線まで戻るのを、まあ待っててもいいんじゃないでしょうかね。ただまあ本当に、え、長い期間、これがね、うまくこの企業が、 大福がね、うまくいくかどうかっていうのは、もちろん誰にも予想もできないし、誰にも保証もできないことですからね。それにかけるのが株式投資なんで、行くでしょうと。大福はね、破綻しないでしょう。っていうふうに見ていかない、見てトレードするわけですからね。だからあの皆さんが考えていらっしゃる以上に、株式投資とか、えー、こういうトレードっていうのは、ものすごいリスクを抱えて、 る行為なんですよでまあなんかね雑誌でもそうだし何でもそうなんだけど、えー、ね株をやれば儲かるかのごとき、えーまあ、コメントが多い多すぎるんだよね。で、ね、株をやったら儲かるとやらなきゃね乗り遅れるというような感覚で投資だ投資だって政府までね貯蓄から投資とか言ってんだけど言ったりしてたけどふざけんなって僕は思うんですよね。 こんなハイリスクなものをみんなに進めんじゃねえよって思うわけですよ。で非常にハイリスクなんですよね。それはもうやってみるとわかるんですよね。こんなに危なかしいものだったのかと。ところが一方で、危なかしいっていう,こうスリルが人間って楽しいんですよね。<laughs> どこかでジェットコースターに並んで乗るのが人間ですからね。あれ、ただ怖いだけじゃないですか。<laughs> ただ怖いだけじゃないですか。 心臓の弱い方は乗らないでくださいとかね。ディズニーランド行くと。やってますよね。えー、あれはな、スペースマウンテンかなんかの時に、昔行った時にやってましたけどね。心臓の弱い方はご遠慮くださいとかやってるじゃないですか。危ないですよって。怖いからって。で、怖いだけなのに、ね、みんな危機としてこう並んで、お金払って並んで、それでこう、ああ、怖かったってやってるんだから、ね。ちびっちゃったとか言って、<laughs> やってたから。<laughs> そういうのが人間なんだよね。 だそこがその株式投資なんかも怖いんだけどそれでその怖いからこそ魅力があるっていうねことなんですよねそういう恐ろしい世界に皆様足を踏み入れていらっしゃるわけですよ、ね、やめた方がいいんだよだから <laughs> やめた方がいいんだよそんなねことなんですよほにだから結構ベテランになってくるとね今やってないですよとかね えー、もうちょっと下がるの待ってますみたいなね。そういう人も出てくるんですよね。それはもう散々損した人ですよ。で、僕なんかも今ね、資金抜いてます。一十、0 0万。資金抜いてます。1万円がここですけどね。資金抜いてますけど、それはもうね、さっき言ったみたいに先物で散々損してた。<laughs> もし株やってなかった投資やってなかったらと思うね。苦労もしなかったしね。ね、投資やってなかった方が良かったなと思うんですよね。えー それぐらいに思いますけど。やってきて、だから、楽しいよ。<laughs> 楽しいけど、うー、時々だから、えっ、ー、と、投資をやってきたことに対して、えー、やらない方が良かったんじゃないかと後悔することあります。だ、まあ、要するに、僕の場合は、それで、まあ、破綻はしてないし、うん、破綻はしてないし、えー、今もこうやってやってるし、 だからやるかやらないかってやる方を選んでるんですけど、でも、今みたいな時に、揉み合ってる時にはちょっとね、日経高いし、やめたっていう時も出てくる来るわけですよ。それぐらいやっぱりね、投資に、なんていうか慎重になりますよ。それは嫌な思いもいっぱいしたからですよね。だからね、はたましないんだけど、いい思いよりも嫌な思いの方がもううんと多いですよね。<laughs> いい思いより嫌な思いの方がうんと多いです。 なんでねそんな風に思いますまあ要するにだからね欲でやるんですけどいいことばかりはないとで皆さん過敏すぎるんじゃないかなって思うんでね大福もまあこれぐらい、えー、まだねまだ下がるかもしれないからまあそれを覚悟して持たれるかどうかというねでもし短期で手仕まうんだったらこう25円目ぐらいまでね 来たら、まあ、手締まっちゃっていいんじゃないでしょうかね。ここだったら短期で手締まえるんで、そんなに損出ないですよね。で、この後知りませんよ。こうやって上がってきても知らないけど。<laughs> えー、というふうに思いますけどね。短期だったらもう25円目まで。今そうです。あのー、株の全体がね。で、芳屋が上がってて、ね、まだ行くようなチャートなんですよね。あ、それで、芳屋買ったって人がいたね。えー、竹地さん。 えー、沖縄旅行の足しになればと頑張っております。っていうことですね。で、本日7741方屋を買いました。っていう。ちょっとあってよ。っていうね。14,400円で100株買いました。通常なら下げると見えるかもしれませんが、いすずみたいに逆光高があるかなと思いましたと。えー、本日予選ですが、1万5000円ぐらいまでいかないでしょうか。って。いくかもしれませんけどね。でも、まあ、ああの、えー、だから50なんですけど、 これね、結局、今、あの、トヨタとか、えー、富士通だとか、稀に、この上昇ですよね。上にこうトレンドがいってるものがあるんですよね。日経は下なのに、そのこれ稀な上昇トレンドを描いてる銘柄なんですよね。ただ、ここからね、落ちて、こう前の高でちょっと抜いたら結構反省して、 で、また一生懸命上がってきてるんですけど、前の高でちょっと抜いたところなんですよね。で、ここからさらに、もう1000円今、こっからここの上昇が、ほぼ来ているわけよ。ここでね。ここの上昇がもう一回来てるわけですけど、これをさらに1万5000円、ちょっと引いてみましょうか。どこが1万5000円か。1万5000円。ここね。 これは、まあ、ここで上髭がここ伸びてるから、1万五千円ぐらいまでは行く可能性はありますけど、この、ここですごい上髭で押されて、売られてるところを見れば、1万五千円は結構ね、意識されるんで、1万五千円まで行く前の、1万4千八百円とかね <laughs>、なんか、家電の、あの、ね、ジャパネット高波で1万4千八百円みたいな <laughs> 感じですけど、 そのぐらいでう、うまではあり得るとは思うんで、えー、その辺で売られたらどうでしょう。やっぱり1万五千円はみんなが意識するんで、1万4800円ぐらいまではあるかな、とは思いますけどね。あとちょい。ただね、えー、まあ、これ日経とあまり関係なく上がるかもしれないですけど、この上髭の、このてっぺんの1万5千円を抜くのは難しいし、やっぱり1万五千円はやっぱりみんな意識するでしょうからね。はい。 まあ、あんまり長く持たない方がいいと思いますけどね。いや、わ、これわかんないじゃん ?1 万5千抜いて、ボン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 行くかもしれないですよ。だけど、ここに、ほらね、R30 がこれ1位じゃない今ね。一番下が一番1位なんですけど、ここに今までいた銘柄軍、いろいろありましたね。銘柄。えー、例えば、スシロークもずっと1位だったりしたし、それが最近まで1位だったのはレーザーテックくんですよね。レーザーテックなんか絶対下がるはずないみたいな。 あと他にもいっぱい1位,1位だった銘柄いっぱいありますよね。で、それ必ず下がってますから。ね。で、必ず下がって調整してるんですよ。で、今は本屋が1位なんですけど、この人もそんなに1位は続かないんですよ。でも必ず下がるんでね。だから、まあ、あの、えー、お求めにいただいても良かった、いいと思うんですけど、竹千井さん。ね。それで全然問題ないんですけど、えー、問題ないんですけど、 早めに手締まっていただければということですね。思います。えー、そしてその720に鈴子がね、今出ましたけど、話題にね、どうなんだっていうね。えー、やっと陰性引きましたけどね、今日高いところあって怖かったかもしれないですけど、やっと陰性引きました。でここから下げ始めるんじゃないかなと思うんだよねで。下げてくれば、もうすぐ 5MA が上から被かさってくるんで、うそね、やっぱり最低でも1300円ぐらいまでは下がってくるし、 えー、しっかり調整すれば、1200円近くまで、まあ、あり得るかなと。まあ、この辺、1250円みたいなところが、今で言えば、一番下げた時の、えー、買い戻しポイントかなって思います。ので、えー、まあ、どうなるかわからないですけどね。あくまでも僕は、えー、1250円ぐらいまでは、あるんじゃないかなって思ってますけどね。はい。売ってた方、どうでしょうね。 ね。今日は怖かったんじゃないかと思いますけどね。でも、これもね、買った場合もそうだし、売った場合もそうだけど、その、あまり過敏にならない方がいいんですよね。過敏にならない方がいい。これは FX なんかでもそうですけど、なんていうかな、難しいんだけど、鈍感かつ敏感じゃないといけないんですよ。<laughs> 難しいんだけど、鈍感かつ敏感じゃなきゃいけないんですよ。おおらかかつ、敏感かつスピーディーじゃなきゃいけないんですよ。 のんびりかつスピーディーじゃなきゃいけないでしょ。まあ、見るべき時は見る。で、えー、気にしなくてもいい時は気にしない。だけど、ここはと思ったら、いや、行けって行かなきゃいけないでしょ。<laughs> そこのね、あの、なんていうか、さじ加減が非常に難しいですね。から、ある時は利益を追求し、ある時は諦め。っていうのもね、すごい大事です。はい。 で、これ結局今1450円まで来たから僕の予想より100円上がりましたけどね。ね、100円がなんじゃいって僕は思うんだけど、それがね、そういう感覚でこうトレードできてるか、それともえビク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 になっちゃうと切りたくなっちゃいますからね。そこが問題なんだよね。もちろんあのビクビクしなきゃいけない場合もあるんだけど、例えばこう、イスなんかはこれ明らかな高値圏で売ってるわけだから、ね、男子もないと思うんですよ。え、それで、あの、それでね、 初心者の方から、超初心者、超昇進者さんからメール来てるんですけど、えー、え、っと、まあ、今月中に緊急事態解除になるんじゃないかということで、関西系の鉄道株を買い立てましたが、下がっておりますということですね。で、えー、この、この方は、えー、超初心者、超 えー、ペンネーム超初心者さん。超、超初心者さん。44歳の方なんですけど、えー、9042買ってる。9 0 4二買ってる。九零四二買ってるんだけど、これがいくらで買ったんですか ?3375 で買った。3375で買った。3375で買った。3375。3375。3375。この辺か。 で、ちょっと下げてる。えっ、ー、と、今日は333で。三えっ、ー、と、33万7500円が33万3000円になって4000円損したんでビビっている。っていうことですね。えー、4000円損したでビビってる。怒りますよ !4000 円損したからビビってる。怒りますよ <laughs> 怒らないけど、まあ、それぐらいはしょうがないんじゃないですか 半神半急半身。ねえ。それから、もう一つ90、9045。9045。9045は、3770。3770。で、これ買って、これは2000株買って、今日が3200だから、37万が32万になって、これは10万円ぐらい損してる。まあ、それはしょうがないね。ちょっと、怖いかもしれないですね。 で、えー、こんな風でどうしましょうっていう相談なんですけど、まあ、あの、長い目で見て、で、行けばいいんですけど、なんで、えー、9045一気に200株買ったんですかね。昇 <laughs> 進、昇進物じゃないじゃないですか。なんで、ね、昇進のだったら、ね、100株ずつ買いましょうって僕言ってるじゃないですか。いっぺんにやらないでねって。 なのに、なんで昇進なのに200株買ったのか、ちょっとメールで教えてください。<laughs> 多分やっぱりね、欲が出たんだと思うんだよね。で、あのね、えっと、でも緊急事態宣言もね、解除されたら上がるとは限りませんから。で、解除されるかどうかもわからないし、されたら上がるわけでもないんでね。っていうのは逆に、緊急事態宣言になった時、株下が,がりましたか、まあ、この鉄道株なんかはね、 その別に緊急事態宣言出る前からダラ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 下がってて、で、これ、ダタって下がったのこれ決算かなんかですよね、多分。だから MSCI とかね。ね、そんなようなことで下がってるわけで、緊急事態なんてあんま関係ないでしょ。だからその緊急事態とか接種とか、あんまり関係ないところをご自身で、えこれは重要だと思ってしまって、まあこれニュースの見過ぎかもしれないですけどね。それこれが解除されるという目論みで、え買って入っているっていうね。 そこがちょっとまず、まあ、まずは、まだね、あの、投資をされて間もないので、しょうがないと思いますけど、そこがまずね、ちょっと違うかなって僕は思うんですよね。<laughs> あの、そこが違うかなって。あまり関係ないんですよ。緊急事態とかね。で、宣言解除されても上がらないんですよ。そうじゃなくって、まあ、いろいろな目論みで動いてるんで、株式市場は株式市場で動いてるんで、 で、まだね、今下げてるんですけど、えー、だから今日なんか大規模接種始まってるから上がっても良さそうなもんだ、なんですけど、上がってないっていうのはね、まだ売りが入ってるってことで、ええー。でもこれね、あの、そんな何も材料出なくても、いきなり反転してくれば、ええー、なんでこんな上がるのぐらい上がりますから。そういう時も来ますんでね。で、一方で、えー、製鉄がフィーバーだっていうことで、買ったら落ちた、5406。 5406。5406。買ったら落ちた。えー、これは901円で買った。えー、901円で買った。買ったんですか <laughs> ?901 これまたね、えー、っと、初心者様。えー、これは、完全にピークですね。ちゃんとご覧になりましたか <laughs> いやいやいや。まあね、初心者の頃って本当にこんなもんなんですけど、こ RSI っていう指標があって、これスピークなんですけどね、ここはね。ここで構わないようにっていうふうにいつも僕申し上げてて、えー、申し上げてるんですけど、あのー、もう少しそのあたりは今後は見られた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、これは強いんでね、えまた上がってくるかもしれないんだけど、これ結構ねやばいかもしれないですね。すごい上がってて反省、 に入っているんで、そうすると結構長く低迷する可能性もあるので、鉄道よりはこっちの方がちょっと位置的にはね、良くないかなと思います。200ML めっちゃ上で買っておられるんでね。鉄道は2 0 0 m の下なんで、今はやばいかもしれないけど、200ML まで戻るってことはあり得るんだけど、これは 200ML まで戻ったら、ね、平均株価より高いわけだから、200ML まで戻ったら600円ですよ。 え、600円ぐらいまでいっちゃうかもしれないんで。平均、平均線二百0 200MA。これ、茶色がね、200MA なんですけど。この下だったらいいんですけど、上で、この上で買われてるっていうのがね、これはちょっとやばいと思います。はい。神戸製鋼は600円まで、えー、落ちれば買い増ししようと思ってます。まあ、それでいいと思いますけどね。でも600円でも 200MA なんで、えー、それでちょっと戻ればね、 これは利益はね、ちょっともう取れないかもしれないですね。えー、利益を取ることを目指すよりは、600円ぐらいで買い増しをして、まあ、あね、損せずに追われればいいぐらいの感じかもしれないですね。そんな感じで今日もね、えー、皆さんからお便りいっぱいいただいて、たくさんお答えできませんでしたけど、まあ、こんな感じでね、見ていくといいんじゃないか。これが正解かどうかわからないんだけど、とりあえず割安なところで買っていって、 えー、あんまりビビらずにね、長いことを持っていくっていうのがいいんじゃないかと思います。えー、そして時にはトレード休むっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。さて、えー、最後ちょっとだけドル円を見ていきますけどね、ドル円がね、全然動いてないんでね、これ今日も25名に張り付いてるだけです。だから僕はやってません。えー、早くドル円ができる日が来ないかなと思ってますけどね。 で、日経22 5も今、まあ今日もね、500円ぐらいで売りたかったんですけど、28,500円ぐらいでね。でも 25MA の下で売るのは起き手破りなんです自分はね。残った時に偉い目に遭うんで、えー。逆行した時に偉い目に遭うんで、起き手破りなんで、下がるの待って買うんだ、ということで、下がるの待ってますんでね。えー、そういう意味で何もできない、えー、ラジオジですけどね。でもだいぶ慣れてき,てま,すきましたね。 ちょっと前までイライラしましたけど、<laughs> だいぶ慣れてきました、えーえーね。だいぶ慣れてきました。なんで、こういう、なかなかね、えー、やめてしばらくね、こう様子を見るっていうことは、僕には非常に難しいことだったんですけどね。割とできてるんで、これは大したもんだなと、自分でも思ってます。はい。ということで、今日は、ね、あまり、えー、たくさんご紹介できませんでしたが、細かくね、 えー、お一方ごとの、えー、ご相談に応じさせていただきました。で、全体のね、様子に関しては、昨日メインチャンネルに上げた、うん、今週のチャンス銘柄っていうのを見ていただくとね、全体のことをやってて、今日もあれは有効な情報だと思ってますんでね、えー、それを参考にしてください。今後だからね、えー、この夜取ればできるだけ相談をメインにと、えー、そして相談しながら皆さんチャート読解の力を養いましょうみたいなね。 そして、えー、ね、えー、メインチャンネルで週に一回今週の、えー、チャンス銘柄みたいなのをやるので、それをまあ、ご参考にしていただきながらね、え三、ー、本立てで、えー、ご利用いただければと思います。ちょっと休みのね、動画どこまで続けられるかわかんないけど、できるだけやりますんで。終わりまた明日